ラジオが始まる前に、かなまいからのお知らせです。5月3日の白麗神社例大祭で、かなまいの幻想入りラジオの CD を頒布予定です。歌ってみたなど頑張って作ってますので、何卒よろしくお願いします。では、本編へどうぞ。かなまいの幻想入りラジオ皆さんこんにちは。東方ステーションでアシスタント MC を務めているかなまいこと金沢舞です。さあ、無事に動画が上がっていれば4月25日です。この2日後にはニコニコ超会議がありますね。皆さんチェックしていますか？今回東方ステーションがなんと超ゲームエリアの超ゲームステージにお邪魔します。またリアルイベントですね。ぜひ皆さんに会えることを楽しみにしています。さあ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 、今回はね、なんと特別ゲストの方に、またまた特別ゲストですよ、来ていただいているので、早速呼んでみたいと思います。どうぞ。呼び込みめっちゃ早い。こんにちは、友人 K です。よろしくお願いします。友人 K さんだ。友人 KK だよ。早く喋りたくて呼んじゃった。めちゃくちゃ冒頭3分って書いてるじゃん。かなわいい。はい、はい、じゃあ30秒ぐらいで呼び込むじゃん、はい、改めて自己紹介をお願いします、はいはい。こんにちは、皆さん、友人 K こと草野佳代子でございます。草野さん、よろしくお願いいたします。お久しぶりです。昨年の12月のこの東方アレンジがすごいで、あの飲み会ですよね。あのそう、曲を聴きながら飲み続けたあの回ですよね。はい、いや本当に、はい、その時から相手また来ていただきました。いやありがとうございます。ちょっと緊張しますよ。いやもういいんです、普通にしてください。このラジオは自由なので、やっぱりちょっとこうあの幻想郷の方に足を踏み入れるのはね、こういつも隣にあの岸田教団っていうあのヤバサークルがいつもいるんですけど、単品で呼んでいただいたのがその前回のね、あの放送だったりとか、あとあのダンカブのあの番組とか、はい、特番とかでいつも呼んでいただくんですけど、本当にこうラジオでかなまいさんと、あ、かなまい先輩と、いやいや、やめてくださいよ、東方先輩とこうあのこうね、あの喋らせていただくの初めてなんで、新人なんで、風神の苦心さんなんで、はい、やばい、私も風神の苦好きです。はい、そんな草野さんとね、今日ラジオをね、はい、やっていきたいと思うんですけれども、はいはいはい、草野さん、そろそろ例大祭ですが、そうなんです、実はちゃんと受かりまして、おめでとうございます。で、12月の時にね、はい、そう、あのサークル参加したいってお話をしてたんですけども、そうなんです、受かりましたか？受かり、受かったっていうか、もう無理やり作ることになっちゃったぐらいの。いや、そう、それでいいんですよ、同心は。そうですよね。見切り発車で、うん、まあ、登録するってなった時に、はい、まあ、私もともと実はすごいオタクだから、うんうん、コミケであの漫画のサークルとかで何回も、うんうん、あの普通にあの夏コミ、冬コミとか出てたんですけど、うんうん、やっぱりこう東方オンリーというか例大祭ってどんな形なんだろうっていうので、うんうん、もう緊張して岸田教団のその岸田さんに電話して、なんか友達サークルでいいよみたいなので、はい、あ、そうですね、お隣になれるんですよね、今。で、吉田教団も、まあ、あの新婦出すないし、なんかいろいろするからお客さんも来ると思うしっていうので、友達サークルにしたら完全に落としてる岸田さんは。そうなんです。あら、まあ、でももう私の CD 手伝ってもらっているので、そうなんです、なんとか、わ、なんとか、はい、この放送がされている頃に間に合っていれば。でもそんな曲が今日、はい、聞けたりするとかなんとか、はい、聞いていただけるということで間に合ってれば、はい、間に合ってれば、はい、いや持ってきておりますので、わー、わー、ちょっと楽しみです。1曲は間に合っておりますみたいな。皆さんもね、最後までお付き合いください、はい、よろしくお願いします。ということで、改めまして、このラジオは東方ステーションと同じく東方プロジェクトを題材とした二次創作ラジオ番組です、うん、原作や実在する人物とは関係がございませんので、ご注意ご容赦ください。それでは最初のコーナーです。この東方アレンジを聞いてくれということでですね、こちらのコーナーは自サークルの東方アレンジ楽曲で、ぜひユーザーの皆さんに聴いてもらいたい曲を X で募集させていただいていたんですよ。はいはいはい、はい、流したい楽曲のあるサークルさんはぜひご応募くださいということで、新曲、既存曲、何でもござれの紹介コーナーとなっております。いいですね。そうなんですよ、なかなかね、いつも東方ステーションでその紹介する曲とかもやっぱ限られてきちゃいますし、やっぱこの東方アレンジがすごいでね、あの、はい、出す曲もね、なかなかこう全部は紹介しきれなかった、はい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 、のでこういう
機会をね持てたいなと思ってやっております、はい、基本じゃあこう募集するのは次戦他戦問わずみたいな感じなんですか。一応次戦ですね。自分の作った楽曲を聞いてくださいって出してもらいたいなっていう、いいですね、結構とこになっております。じゃあ早速今日の1曲目は電脳幻想音楽さんでカゴの中君と二人でです。原曲は少女奇想曲ドリームバトル世界は可愛くできている春色小道カラフルパスとなります。それではお聴きください。どうぞ。カゴの中君と二人ででした。おーいい曲、サークルさんよりコメントも預かっております。金前さん東方ステーション様いつもお世話になっております。私事ですが春の例大祭初参戦に向けてゴリゴリ東方アレンジを書いている日々を過ごしている中めっちゃお気に入りのアレンジができたので一曲投稿させていただこうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。この曲の聴きどころは東方×ボカロの2大サブカル音楽のコラボに加えてよりボカロ曲っぽいテイストに仕上げられたところかなと思います。夜の世界を描いたノリノリで大人セクシーなシティポップとヘイミスター DJ から始まるサビは踊ってよしドライブのお供にしてよしクラブでかけてよしと皆様の音楽ライフのお供にぴったりになれたらいいなと思っておりますとのことです。いかがでしたか北野さん。なんかやっぱりその、うん、東方もボカロも違うその、ね、うん、あの土壌のこうなんていうんですかサブカルチャーとして発信されたものだと思うんですけど、うんうん、なんか今それこそプロセカコラボとかで、うん、ね、なんかやっぱりボカロ P やってる友達私すごい多いんですけど、うん、ボカロ P のルーツ探ったら東方アレンジだったりと か、うん、とかね、東方やってる人でボカロ嫌いな人あんまりいなかったりとかで、うん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 、意外とファン層とかプレイヤー層ってかぶってるなっていうところで、うんうんうん、なんかこのタイミングですごくいいミクスチャーというか、あんまりここまですごくボカロだけどちゃんと東方メロディーをってるってアレンジなかなかないよね。意外とまずボーカロイドを取り入れてるサークさんが意外と少ないところからまたこのザみたいな感じ。でも結構やっぱり人が歌うの難しいメロディーってもちろんねゲーム音楽だからそのズンさんの旋律をあのミクないしこういうあのボカロ の方たちが歌うと言っていいのかあれだけどでこう演奏するっていうのってすごいこう合理的というか人間が歌う限界がないからこれから増えていくんじゃないかな。面白いなと思って聞いてました。確かにもうズンペットの高さまで出ちゃうかもしれないですね。そうそう確かに。だしなんかあのサビの裏のやっぱりこう、うん、あのなんだろうな裏で16部で鳴ってた、うん、あの、うん、あ、うん、そうちょっと音楽の、うん、私実は人よりちょっとだけ音楽してる経験があるみたいなんで喋、うん、ってもいいですか。ぜひそうあのサビ裏の裏メロ的に入ってた、うん、あのシンセのこう16部で刻んでるサウンドとかも、うん、メロディ細かいの裏メロみたいな感じですごくうまく組み込まれているというか部分転調的なちょっとあのアウトスケールのニュアンスとかもなんか A メロ B メロとかにも入ってたのめっちゃ好きだなというか、はい、ちょっと真面目にあの真面目にあの曲の審査をした時のノリで喋ってますけど、ね、本当にありがたいんですよ佐藤さんがいらっしゃると。そうだってなんかズンさんとマリオさんに振るとさそう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 いや俺らわかんねえから飲んでるわかるやろ。お前らめっちゃいい曲作ってんじゃねえかよみたいななかなか話してくれないんですよ。そう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 、本当助かります。だからそうあの前回はねワットさんと二人で一生懸命音楽の解説して解説のでもすごくあのトラック作るの、うん、あの上手というかシティパップ感もあってよかったなと思いました。いやいやいや、あのこういうのが必要な時呼んでください。あーやったー毎回呼んじゃうみたいな。それはすごい過労働なんか音楽の、ね、番組やりたいですよね。ぜひぜひ、うんうんうん、なんかそれこそこの間 あのテレビの方のカンジャムさん出させていただいたんですけどなんかその東方のそういうなんか音楽の確
この音階がいいとかっていう、なんか東宝のリスナーさんって結構トラック作ってる人も多いじゃないですか。そういう人に向けたなんかラジオとかがあるときは私呼んでほしいなと思います。スタッフさんよろしく、大人の方々よろしくお願いします。 急にねじ込んでくるゲストやだ。やめとこ。ありがとうございます。いや素晴らしい曲でした。電脳幻想音楽さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ゲイラジ。それではこちらのコーナーに行きましょう。突撃社名丸彩の圧迫取材。やーどこすごい急に降臨した。さあこちらのコーナーはですね、はい、東宝がお好きな草野佳代子さんの実態を、はい、新聞記者社名丸彩が暴いていくというコーナーでございます。はい、草野さんがねゲストということで、はい、突然の新コーナーが始まりました。あそんな彩が出てきてくれるんですか。はい、私のために。そうなんです。もうこれは草野さん、ね、暴いていかなければいけない。はい、これは彩の出番ではってなった次第でございます。はい、このコーナーはですね、私かなまえが彩のつもりで質問していきます。彩、はい、を下ろします。なので草野さんはその質問に草野さんとしてお答えください。あ、わかりました。了解です。では早速いっちゃいましょうかね。あ緊張する。ではいきましょう。はじめまして、清く正しい社名丸彩です。草野佳代子さん、はい、本日はお時間いただき誠にありがとうございます。すごい。早速ですが取材させていただいてもよろしいでしょうか。あ、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは一つ目です。はい、そちらの世界でいう東宝プロジェクト、つまり私たち幻想郷の妖怪たちのことはいつご存知になられたんですか。これは私が意外と知られてないんですけど、大学入ったぐらいの時にあのガンダムシードのカガリウラーさんのコスプレをずっとやってて、であの当時あったキュアとかそういうサイトに登録するぐらいのレイヤーをやってた時期があったんですよ。あんまり、やばー。カナマに戻りますね。カナマに戻ります。あややどこ行った。彼やいる。ああそういるね。いる。3人目がいるからね。で、はあ、そう、その頃に別ジャンル某ヘタリアで出会った友達がいて、私はまあかじった程度だったね。当時は違うジャンル のサークルしてたんですけど、そうそう、ヘタリア好きで、ヘタリアを私に激推ししてた友達がもう毎回毎回そういうイベントのために金髪のなんかちょっと気の強そうな女のコスプレしてて、なんなんそれって言ったらマリサって言われて、で何それって言ったらゲーム系なんだよ東宝だよっていうので初めて知ったのがマリサだったんですよね。なんで知ったのは2002年ぐらいかな、ちょうど。早いですね。でも2002年、そうニコニコ全盛期が2007年、だからもう大学の時だから、かなり早いですよね。多分本当にキャラクターそんな今ほど増えてない時じゃないかな。そうですよね。でその友達とはずっと仲良かったんで、最初確かねマリサだったと思うんですけど、まあ、東宝そのいつからあったのっていうので1990年代からあったっていうのも、うん、その友達から教えてもらって初めて知って、だから今は多分あんまりそんなに連絡取らなくてそれになっちゃったんですけど、東宝サークルやりだすってその友達が、はい、あの私の友達のマリサが聞いたら、はい、ひっくり返ると思って。なんでその時にこれなんだろうなって思ってたのが最初でした。わー、うん、すごい。なるほど、はい。まあ、でもオタク友達からやっぱり東宝ってそう知ること多い気がするんですよね。私ゲームもあんまりそんなにしてる勢じゃなかったので、本当にあの二次創作で漫画描いたりとか、まあ、あのバンドはやってたので、バンドでそのアニソンをカバーしたりとかはやってたんですけど、あんまり知らなかったのがもうあのこの後になってピンとこうね、糸で点と点がつながった感じです。ご縁ですね。いやそれもそうなんです。わあ面白い、はい、かなり前から知ってたということで。そうですね。でもちゃんと知ったのは本当にこの 5,6 年っていう感じですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、では2つ目の質問、彩さん、はい、お願いします。ズバリ私たち幻想郷に住んでいる人や妖怪の中で草野さんが大好きな大好きな方はいらっしゃいますか。社名丸彩ちゃんです。あいや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 。え、あ、なんなん、それを知ってやってくれてんじゃないの。
そうです知ってるやん出てきます。そうですですよね。そうです。いや私いろんなキャラクターもちろん、はい、あのかなりサークルさんを通して、はい、まあ、記者教団さんとかいちごさんのソロプロジェクト、うんうんうん、温泉プロジェクトなどを通して、うん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 、あの本当にもう東方アレンジ多分20曲以上にも30曲近くやってきてるんですけど、うん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 、あんまりそんなに最初はキャラとか、なんか例えばこう、あ、これが文化庁なんだとか全然その駒京ってこんななんだとか分かんなかった時にこの曲をアレンジしてって曲がピッて送られてきてやってたんですけど、そのまあやっぱり自分で歌詞を書く機会とかが増えてきた時に、なんかこうキャラの設定とかね、もうウィキで見てるだけじゃダメだと思ったから、もう原作買ったりしてやり始めて、めっちゃ下手なんですけどまだ。え、ちなみに何から始めました？婦人ロック。いや、やっぱそうですよねいやみんな分かる。誰に聞いても藤井六って言うからでもでも難しいんだけどみたいな何ノーマルで全然無理やねんけど。いや、私もイージープレイヤーなんですよ。ですよね。ノーマルが全然クリアできない。そう、でも私はもう絶対に上手くなりたいからノーマルから始めて、あ、すごいすごいずっと苦労してるんですけど今で、そう、はい、それでそのいろいろ見てた時に、うん、なんか誰だったっけな、多分岸田さんだと思うんですけど、はい、なんか私に似てそうなキャラクターいるって言ったら、まあ立ち回りうまいし、うんうんうん、けど意外と頑固でわがままで、そうですね、で情報通で博識で、うんうん、なんかいろんなところ行き来できるタイプだから、うんうん、シャメイマルアヤだと思うって言われて、でなるほどって思ったら、え、なんかでもこいつちょっと嫌なやつじゃないみたいなちょっと狡猾な部分がね、そう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 、強いものにちゃんとこう取り入ったりするみたいなのも全部原作 の、うんうん、あのそういうこと文字起こしされてるの読んだりとか、うんうん、あのステージをね自分で見ようと思っても、うんうん、あの進めないからそうノーマルだから、そうそう、原作だとそのスタッフさんもすごい顔してうなずいてくれてるけど見れないから、そう先にね、うんうん、ちょっとこうサイトでまとまってるのとか見た時に、うんうん、あ、めっちゃいいじゃん、意外となんか、うん、なんかこう風情あるというか奥行きあるキャラクターだしと思って、でキャラでも好きだったから、あのシャメイマルのファンになったら今日シャメイマルあやちゃんに会えてとても嬉しいです、いや、こんな私の解釈は申し訳ない私も実は風神録から入ってあややが一番好きになったキャラなので、そうなんです、マジめっちゃわかる。いや、なんかやっぱりレーム、マリセヨームにファンが固まるっていうのは聞いてたんですけど、え、めっちゃ良くない？そうなんです、ちょっと普通そうなのに普通じゃない感じが、うんうん、黒髪でなんかいわゆる普通の女の子っぽいんだけれども、でもなんかあのその天狗だっけ、うん、ちょっと、ね、ニュアンスもいい、うそ、そう、いや、めっちゃわかるそう、そうなんかあの和装とか、うんうん、似合うのと、あの派手髪多い中黒髪一点粘りなのもいいし、なんか二次創作されてる方の、あのいろんな漫画とかも拝見してるんですけど、うん、なんかあのシャメーマルの解釈って結構一本筋みんな通ってますね。あ、確かに、そう、なんかこのそのいろんな作家さんによってキャラのバリエーションありすぎるキャラクターとかいるじゃないですか、うん、まあ、それもいいところではあるんですけどね。そう、もちろん、そう、その自由さがやっぱり、あのその東方であり、うん、そのズンさんの世界であり、うん、もう幻想郷であるっていうのは分かるんですけど、うん、なんか なんていうかな、みんなシャメマルやって同じイメージなんだっていうので、うん、私の中でもかなりシャメマルイメージが強くなってきたから、やっぱり、まあ、婦人録ないし文化庁も好きだし、うん、なんかこう一番つかみやすいキャラクターだったのかもしれないですね、うん、確かに原作の方でもね、いっぱい出てますからね、そう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 、漫画の方とかもやっぱ出やすいキャラでもありますしね、うんうん、はあ、なんかものすごい喋っちゃいましたねちょっと待って、一問一答じゃなくなって申し訳ないまだまだ質問あるので、はい、お願いします。あややさん、お願いします。草野さんはそちらの世界で有名な歌い手、歌を作る方だとお伺いしました好きな幻想郷の音楽はありますでしょうか？いや、これめっちゃ悩んだんですけど、質問、はい、あの一応ね、はい、あのあややからあの書面でもいただいてたんで、はい、昨日夜お風呂に浸かりながらめっちゃ考えたんですけど、いっぱいありますからね。一番最初に原曲で好きだったのはもうネクロだったんですよ。ああ、うんうんうん、なったんです、まあ、みんな大好きだと思うんですけど、ネクロファンタジア大好きだったんですけど、あの風神録が実は一番アレンジしてる曲数多くて、はい、多で一番今考えて、まあ、その時期によって好きなのも違うのもあるんですけど、まあまあすね、一番好きなのがネイティブフェイスとフォールオブフォール、うん、フォールオブフォールかな、フォールオブフォールやわ、フォールオブフォールいいですよね。なんかね、やっぱりあの一番いろんなその作品の中で原曲が切ないメロディーとか切ないコードトーンが、うん、あの風神録に多い気がするんですよね。
哀愁なんだろうな、そう、あの風っていうテーマすごいいいなっていうか、うん、その、 あの吹き抜ける感じとか、うん、切ない感じとか、うん、そのもうあのなんだろう、現世いられなくなった者たちの集合体じゃないですけど、うんうんうん、なんかこの幻想郷らしいなんかその切ない感じ出てるなっていうので、特にウォールボール好きかもしれない、うん、わ、私もあのゲーム の、 あの背景と相まってめちゃくちゃ好きです ね、うん、そうね、なんか秋の山、そう、自分でアレンジした中だとキザ兄弟に作った風の循環が、はい、うん、一番好きで、これもまあ文化庁なんですけど、私のこう風、うん、ウィンドとか、うん、あのそのまあシャメマルの曲もそうですけど、うん、なんかね、あの風がテーマになってる曲めっちゃ好きなんですよね。なんか惹かれるものが、そうそうそう、その中に多分なんか風の何かがあって、そうそう、切ない風属性なのかもしれない、はい、すごい、わ、ありがとうございます、うん、あとね、二次創作だと、うん、この間あの、はい、年末金前さんがの、はい、MC してくださってた、うん、この東方アレンジがすごい、はい、この東方アレンジがすごいでも紹介したんですけど、はい、多摩温泉さんのケイズさん、ケイズコロさんの、ね、はい、 の、 あの月の向こうにまだ見ぬ夢を、はい、私本当にめっちゃ聞いてて、うん、Spotify の再生回数多分なんか300とかで、直接この間、はい、あのイベントで、段階のイベントでご一緒させていただいたので、うん、あのご挨拶させていただいたら、うん、いや、紹介してくれて、もう僕もめっちゃ嬉しかったですって、あの直接、ね、そうなんです、多摩温泉さんにあの感謝というか、いつも寝る前に聞いてますと、スルメ曲というか、なんか、そうそう、なんだろう、隠れた名曲といいますか、なんかパッとしたなんかメジャーな感じじゃないんですけど、そう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 、落ち着くというか、そう、だから表題曲っていうよりはカップリングの知る人ぞ知る、まあ、アルバム曲ないしっていうニュアンスっていうので、やっぱりあのケイズさんもあのすごい気に入ってらっしゃるみたいで、なんかすごいところを出してきましたねみたいな感じだったから、うん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 、いや、でもあんな中だったら私本当に 1,2 を争うぐらい好きでしたってお伝えできたんで、よかったなと思います。ケイズさん、はい、聞いていただいてたら、カナマイのラジオにぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。好きなキャラを、ね、あの声当ててくれるから、あ、まあ、そう、この後あるんですけど、ご自分もになるので、まあ、気をつけくださいというまあ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 、まあ、このラジオのね、はいはいはい、お決まりがあるので、あ、わかりました、心して、ありがとうございます、はい、では最後の質問となります、はい、あ、いやいや、よろしくお願いします。では最後に、もし幻想郷の世界に来られたら何をしたいですか？これ難しいな。難しいですよね。何をしたい？難しいですよね。でも、ま、あややに、はい、あの絡めて言うのであれば、はい、なんかいろんなところに潜り込んだりするじゃないですか、あややは、うんうん、あの指揮者ですからね。そう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 、まあ、それにくっついていきたいというか、なんか多角的に、うん、そのまあ、あのネームないし、うんうん、あのマリさんの目線で語られる作品とか、うんうんうん、まあ、二次創作も多いじゃないですか、うん、じゃなくて全部 の、 あのこう主人公たちをこう、うんうん、わーってインタビューするような神の視点じゃないですけど、うんうん、ちょっと俯瞰的なところをあの見れるようなあのポジションにいたいので、じゃあ、あ、いや、なんかあ、いやいや、壁になりたいとかいろいろありますけど、あややの下駄になりたいみたいな、なんか、あややの隣で、あややのカメラになりたいみたいな、カメラ回してる、ね、なんか一緒に新聞作るとかしたいですね、うん、じゃあ天狗社会に揉まれてもらってでもあれ結構なんか年功序列っぽいですよね、天狗社会天狗社会は厳しいですですよね、はい、そうそう、だからそれで言うと私割と同じ時間に朝起きれないから天狗社会無理かもしれないじゃあカメラになるしかない、カメラに、ね、物になるしかない、あややの物まとってるものになりたいということで、はい、お願いいたします。ありがとうございます。私もちなみに一緒です、はい、クセロさん、ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで今回は特別コーナーとなりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。なんかすごい、あの喋りたいことをめちゃくちゃ聞いてくれて嬉しい気持ちになりました、はい、めちゃくちゃ盛り上がりました、ね、一瞬あのなんか幻想郷に連れてかれたような、うん、気持ちで楽しかったです。あとあの金前やっぱちゃんと仕事できんなって思います、はい、一応ね、すごいな、本物の本職、本職、そのあの東方のただのオタクじゃないんだっていうそうなんです、ところがね見れて嬉しかったですありがとうございます。あ、先ほどもちょっとお話触れましたが、いつもは幻想郷の住人になりきった皆さんからの質問に我々が答えていくという幻想郷目安箱というコーナーをやってるんです。ああ、そうなんです、うん、これもね幻想郷の皆様がお便りを送ってきてくださるというコーナーです、うん、なんと次回も草野さんにお越しいただき、草野さんも幻想郷の住人になりきっていただきたいなと思います。やだやだ、プロの前でそんな、そんな私の前
前でなんかめっちゃ歌わされるのやでしょ。やだ、いやだよ。やだ、アナウンサー声優の前で喋るのやだ。まあこれ前回のビートマリアさんもやったんで、じゃあちょっと先輩がやってらっしゃるなら仕方がない、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲイラジ。さあこの東方アレンジを聞いてくれ、本日の2曲目ですが、ここで草野さん、そうなんです、オープニングでお話しした楽曲をご紹介していただけるんですよね、はい、そうなんです。ということであの5月3日に初めて草野佳代子個人の、うん、東方サークルということで例大祭に初参戦ということで、花舞先輩、うわやめてくださいよ、新人サークルなんでよろしくお願いします。ご挨拶させていただきに行きますんで。こっちが行きます。いやいや勘弁してください、やめてください。全然です。場所はどちらなんでしょうか。ということで、手の 35B で、うん、手の 35B、はい、で、カランコエレコーズという名前で、記者教団の隣で、はい、即売しておりますので何卒よろしくお願いします。で、はい、まあ、間に合ってればですけども、うん、きっと間に合うんですけど、5曲入りの、はい、リリースの新作から1曲持ってきました、うんうん、はい、でこちらの南幕神楽に、ね、はい、収録されましたナイトフライトビリーバーという楽曲がありまして、はいはい、ヨウムのキャラソンだったんですけど、三沢さんですよね、そう、三沢さっちゃんが歌ってくれて、うん、ですごいプライベートでも三沢さちかちゃん仲いいので、うんうん、なんかいろいろ話しながらヨウムと三沢さちかのクロスフェードするポイントとか探りながら、うんうんうん、南幕の台本読みながら書かせていただいて、これが本当に初めて自分でフルプロデュースと歌詞も書かせていただいた、思い出深い東方の一曲なので、今回はちょっとぜひ入れたいなということで、はい、草野佳代子のカバーバージョンにお届けしたいと思います。で原曲が、東方ヨヨム、アンシエントテンプル、あとは、ヒロアリケチョウイルコとティルウェンでございます。はい、はい、それでは曲紹介をお願いします。はい、それではお聞きください。草野佳代子でナイトフライトビリーバー。それは触れられはしない、願うだけ遠く、音もなく冷えた方が冷める風よ。たとえあの日々が、あの言葉がいつかしか背になろうとも、私は歌うだろう、胸焦がす LA 事件、そのモノローグ、孤独の刃今研ぎ澄ませず、銀の一振りに全てをかけて、夜にこう描き落ちるように舞うこの願いを、強く信じること、それだけは鮮明、ビリーバー、草野佳代子さんバージョンって、はい、うわお届けしました。い、はい、雰囲気変わりますね。お、本当ですか、うん、結構、そっか、うん、確かにバンってクールにはなるかもしれない。そうそうそう、すごいかっこよくなりました。あっちが本当だったんですけど、喋る仕事増えすぎてこうなってます。いやいやいや、めっちゃかっこよかったです、ね、ありがとうございます。この楽曲、いや、作ったのは多分だいぶ前に。そうですね、その一度段階が、はい、そのゾンビになる前、奇跡の異変が起こる前に、差し異変が起こる前に、差し異変うまいな。そうなんですよね、そのタイミングで作ったんですけど、まあ、そのなんだろう、信じるしかないっていう、そのヨウムの愚直さというか、うん、なんかやっぱりこう半妖怪というか、こうどっちつかずな存在であることを、要はすごく悩んでいるというシナリオだったので、なんかその悩んでいるけども歌詞で心の目、強く瞳を閉じて、まぶたを閉じて心の目で見切れっていう、切り落とせっていうのがあって、迷いとかも自分が何かに左右されるとか、自分の居場所を自分で迷うのではなくて、自分がここにいるということをちゃんと心の目で見つめなさいっていう、なんだろうな、まあ、そのヨウムとそのミサンサッちゃんと私のなんかクロスフェードするポイント、そんなに上手には生きられないけども、しっかり自分が信じたものを最後まで信じきることが大切だっていう曲にしようっていうのがコンセプトだったんで、かなり割と力強いというか、はい、楽曲にアレンジは進めたかなと思います。改めてご自分が歌うことに、
なって、はい、なんかもっと気持ちが入ったりとか。そうなんですよね。なんかね、作った時のことを思い出そうと思って、はい、その当時のメモをね、うん、今日探してきたんですけど、なんか自分のメンタリティが割とその、はい、シャメバルにも似てるとこあるんですけども、うん、ヨウムみたいだなと思ったのが、うん、その段階の脚本を読んだ時に思ったのが、私二足のわらじだし、はい、そうちょうどその、うん、あのヨウムのキャラクター設定、はいはいはい、すごい、そうそう半分ずつっていう、そうそう通じるものがあって、うん、まあ、絶対めげないし愚直だし、とりあえず攻撃的に切っていくしっていうところがすごい、なんか自分で歌えるのめっちゃ嬉しかったんですね。だからなんか曲を書くことで、そこまでそんなにヨウムのこと知らなかったんですけど、曲を書いて完成させるにつれてすっごい好きになったから、今回はちょっと自分の中にヨウムを落として歌わせていただきました。私の思うヨウムの声大好き、私そういうの大好き、と思ってみんなが創作できるいいところがそこなんですよね。あんまりやっぱりそういうのってメジャーの、あのレコーディングとかでできないからこそ、自分がやっぱりオタクとして何ができるかっていうので、ヨウムはこういう声だろうっていうところで歌わせてもらったかもしれない。はい、ないですね、はい、ぜひお願いいたします。で、はい、編曲が伊藤翼さんと共編曲させていただいておりまして、うん、ギターが岸田兄弟の岸田さ ん、 でベースが一人への五十嵐くん、元石鹸屋のそうですそうです、五十嵐くんと、ドラマ岸田兄弟のみっちゃんということで、うんうん、もう本当にあの東方鉄壁夫人でアベンジャーズじゃないですかやらせてもらってるので、ぜひお聞きいただければと思います。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、エンディングのお時間となってしまいました。草野さん、お越しいただき本当にありがとうございます。大丈夫ですか、30分番組って聞いてたんですけど、なんか結構言ってた収録自体は1時間喋っています大丈夫かな、はい、もうこのまま載せたいですね、できればね、めちゃくちゃ盛り上がりましたから、全然私はいいんですけどもということでさあ、データ祭にね、サークル参加されるということで、はい、改めまして、はい、告知をお願いします。はい、5月3日データ祭初サークル参戦ということで、うん、カランコエレコーズ、カランコエっていうのが私の2月25日誕生日の誕生花なんですよ。 あら素敵で、割とこう花言葉もね調べていただきたいんですけど、ちょっとその花言葉とかも歌詞の中に入れ込んだりしてるので、うん、はい、結構コンセプトがあのカランコエ、まあ、花なんですけど、はい、あの花にまつわる曲だったり、うんうんうん、ジャケットだったりで、これからもずっとなんか統一性を持って作っていこうかなと思ってるので、ちょっとその始まりのつぼみの段階ですけれども、はい、花開くあの前哨戦をぜひ、はい、前夜を見に来てくれたらなと思いますので、はい、ぜひサークルの方お越しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。鳥肌立っちゃった今ので。スペシャリうまいやろやらしいそういうのも言うのがやらしい。なるほどクールに終わりたかった。そういうとこが好きですありがとうございますさあ、あのかなまいのサークルもですね、今回もサークル参加しております。先輩、いや、それ今まで本とかグッズ島にいたんですけれども、今回初めて音楽サークル島に。じゃあ同期、音楽サークル同期、そういうことです。初サークル音さということで、私は手の 01AB で申し込んでおります。で、今頑張って作ってます頑張って作ってますでもちょっともうやばいですけど、4月のこれがオンエアされてる頃には2人とも生きてるか死んでるかはっきりしてっから。私はちょっと曲が作れる人じゃないので、はい、まあ、もう絵ジャケットの絵を描いたりとか、うん、まあ、いろいろそういう制作部分はやってて、楽曲をちょっとお願いしたりとかしてるんですけれども、いつかアレンジ発注してくださいよ。やりますよ、全然。コラボでしましょう。そんなんいいの？いや、かなまいのサークル、そう、私かなまいのサークルっていう名前だからもう草野さんのそのサークルの名前の付け方は脱毛ですよ、もう。いや、私はーってなりました。ロゴとかもちゃんと作ったよ。あーまだロゴない、ごめんめっちゃ覚えてた、めっちゃ覚えてた、まだロゴない、やばい。なんで、なんで先輩さずっと東方サークルやってんのに、なんで私より準備できてないのでもロゴもね、そろそろ作ろうかなと本当に思ってます。なんでちょっと頑張って、私も頑張ってきます。よろしくお願いしますそれでは次回もね、草野さんゲストということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、最後できればこの最後の一言一緒に言ってもらいたいんですよ。はい、じゃあちょっとせーのお願いします。せーのいきますね、はい、それでは次回またお会いしましょう。せーの、良い東方ライフを。